とやるか。俺の名前はジャック。この家で一人暮らしをしている。最近アマ島という島にやってきたんだが、なかなかいい島で俺は気に入っている。いや、みんなのアイドルジャックだ。俺がジャック、みんなの憧れの的ジャックだ。よろしく頼む。俺は大のつく綺麗好きだ。ホコリがとっても嫌いなんだ。コーヒーにホコリがかぶろうとお構いなしだ。俺はコーヒーは飲まない。ここに置いておくのが俺の流儀。都心のオフィスって感じで部屋をまとめている。それが俺だ。ああ、ごめん。話がそれたね。昨日すごいニュースが飛んできたのをみんな知ってるかい？なんと。なんと、集まれ動物の森の。さ、ちょっとほうきを取り出すよ。話してる途中で悪いね。私は立ってることができないんだ。ま、仕事をしながらで悪い。聞いてくれ。集まれ動物の森無料アップデートが4月23日に配信開始だ。新しい訪問者やイベントも出てくるみたいだぞ。ああ、いい香りだ。ここからアップデートの内容を紹介していくね。4月23日に無料アップデートが配信決定。無料アップデート4月23日の木曜日10時から配信開始だ。更新データバージョン 1.2.0 をダウンロードしていただくことで、皆さんの島に新しい訪問者がやってきたり、また新しい季節のイベントをお楽しみいただけるようになりますと。どうやら島の広場にレイジという行商がやってくるらしい。レイジの園芸店では、島のお店では手に入りにくい花の種などに加え、低木の苗を購入することができる。すまない、私は帰国子女だから漢字は苦手なんだ。季節によって花を咲かせる背の低い木、その通りだね。通り沿いなどに植えて島の景観のアクセントに活用したり、お店の周りを囲ってお楽しみいただけますと。いろんな種類の低い木を植えて、より季節の移り変わりを楽しめる島づくりに挑戦してみてくださいね、ということだ。おっと、やはり私が映り込んでいたな。すまない、私はアイドルなのでね、新キャラクターなのでね。すまないすまない、こうやって公式のチャンネルにも呼ばれるわけだ。ギャラはなかったぞと。偽物にご用心、稲荷マーケット。島の浜辺に怪しげな船が。入ってみると、船の中では家具や壁画、彫刻などの美術品が売られています。家具は少々割高ですが、島のお店に並ぶのとは違う色の家具が手に入るようです。美術品の方は全てが本物かどうかは怪しいところですが、偽物を捕まらないようにじっくり見極めてくださいね、と。ということでね、常吉さんがやってくるみたいですね。いやー嬉しい。これは個人的に僕めちゃくちゃ嬉しいんだよね。っていうのも、やっぱりリストラされちゃったのかなって思って、常吉とかで出ないのかなって僕ずっと気になってたんだよね。今話してるのは僕だよ、ジャックだよ。だからこれはもうめちゃくちゃ期待できますね。超嬉しいですねこれ。ってことは、もう今まで出てきたキャラクターが全員出てくる可能性は大いにあるっていうか、ほぼ確定って言っても過言ではなさそうですよね。いやめちゃくちゃ嬉しい。このアップデートマジで嬉しいですね。本物の美術品を島の博物館に寄贈すると、新たに美術品の展示スペースが作られるようです。虫、魚、化石に加えてアートも存分にお楽しみくださいね、ということで、なんと博物館が大きくなるみたいですよ。これはすごいですよね。もうしかもこれ無料？もうすっごいよ。任天堂さんありがとう。僕を生み出してくれてありがとう。ジャックです。椅子の掃除が大好きです。そして季節のイベントも新登場。アースデー、4月23日から5月の4日まで、自然環境のことを考える日、アースデーにちなんで、期間限定でタヌキマイレージプラスがキャンペーン仕様に。植物に関する活動をすることでマイルが溜まりやすくなります。これを機に島の自然環境も整えていきましょう。メデー、5月の1日から5月の7日まで。メデーは働く人の日。
日頃島のために働く皆さんに狸地から感謝の気持ちのメーデー旅行券が送られます。僕もこうやって今働いてるわけだからね。ま、僕の日と言っても過言ではない。メーデー旅行券が送られます。このチケットで行ける島は普段のマイル旅行券で行ける島とはちょっぴり違った不思議な島。あー、コーヒーはすごいいい香りだよ。他ね、コーヒー、うん、ね、そして見知らぬ誰かも訪れているようです。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。と、見知らぬ誰かってことは、しかもこれ見てくださいね、これ画像、これさ、見知らぬ猫じゃん。嬉しい。俺あのね、あ、おっと、すまない、取り乱してしまった。僕はジャックですと。国際ミュージアムデー、5月の18日から5月の31日まで、博物館の記念日である国際ミュージアムデーにちなんで、島の博物館ではスタンプラリーが開催される。虫、魚、化石の各展示を楽しみながらスタンプを集めて記念の景品をもらってくださいねと。これも楽しみだなと。僕、あとジューンプライド、6月の1日から6月の30日まであるみたいですね。6月といえばジューンプライド、6月に結婚をすると幸せになれるという言い伝えがあります。リサと改造、ああ、あいつらしっかり結婚したんだ。ま、僕、リサと改造の夫婦も6月に結婚したのだとか。結婚記念の写真を撮るためにパニエルの撮影スタジオにやってきます。スタジオのセット作りや記念撮影を手伝って2人の思い出作りに協力してあげましょう。協力のお礼にもらえるウェディングがテーマのアイテムもぜひ活用してくださいねと。なるほど。彩って、で、写真、カメラマンのアシスタントというかカメラマンできるのかな。その家具とかもいろいろ動かせるみたいですね。楽しみですね、これも。あとマイル交換に新しいノベリティが追加。タヌポートのマイルで交換できる景品のラインナップに、しずえやまみきち、つぶきちが着ているアロハシャツが追加されます。こちらもぜひ交換してみてください。いや、これも気の利いてるアップデートだよね。タヌキマイレージね、タヌポート。あの、ラインナップがね、まあ、見栄えなくなってきたなって思う方もね、毎回見てれば思うと思うんですけれど、ここでアップデートが来ると。ってことは、かなりこれからも今後も増えていくことが予想されるのはもう容易であると。はい、そしてなんと、任天堂スイッチオンラインを7日間無料で体験できるチケットも配布してくれるみたいですね。あ、さすが僕を生み出してくれた会社。気の利いていること日本一だな。集まる動物の森ではインターネット通信を使ったお出かけなど、任天堂スイッチオンラインにご加入いただくことでお楽しみいただける遊びがあります。4月22日水曜日より5月6日の水曜日までの期間限定で、マイ任天堂ギフト、任天堂スイッチオンライン7日間無料体験チケットが、通常100プラチナポイントのところ0ポイントで交換することができる特別期間を実施しますと。交換すれば実質無料、0ポイントで無料で交換できて、あのオンラインが7日間無料で体験できると。1年のやつ入ってるんですけど、1ヶ月ごとにね、無料のゲームができたり、もうこのご時世ね、やっぱオンラインでお金かかってしまうの結構ほぼ必須と言ってもまあしょうがないかなと思うところ、プレイステーションとかもそうだし、まあね、携帯とかも全部 Wi-Fi とかも全部お金かかるもんだしね、無料でできてたこと自体がありがたい。それがジャックです。どうも。安いし、あと、実質ね、その、無料のゲームが何本か来たりするので、じゃあこれで例えば300円、500円とか考えれば、実質無料というか、全然損ないので、これを機に体験してもらって、まだオンラインやってない人は入ってもいいんじゃないかなと思います。それでは引き続き島の暮らしを楽しみください、と。いやー、これはもうさすがですね。あつ森。もうほんと神ゲーじゃないですか、これ。発売から1ヶ月ぐらいで、ね、こんなアップデートしてもらって、で、発売から1ヶ月でしてくれるってことは、今後もかなり期待できるので、で、バンバンしっかり、新キャラで飽きさせないような工夫してくれると思うんで、あつ森持ってない子ってまだいるのかな。本当はね、僕が買ってあげたいんだけど、僕は、あつ森の中の住人だからね。ま、あつ森を買って僕に会いに来てよ。それか、甘党の僕に会いに来てよ。それが、ジャックです、どうも。ということでね、この前髪がチャーミングな僕も、僕の出番もそろそろここまでのようだ。ありがとうね。ぜひ、アップデート楽しみましょう。すげえ楽しみ、個人的に、マジで。なので、これあつ森、飽きさせないような工夫、マジでしてくれてるんで、ゆっくりガンガン、ゆっくりガンガン楽しんでいきましょう。